はい、あ、降りた。お待たせしました。お待たせしました。ビジログチャンネルのお時間です。そう、打ち合わせ中だったわけじゃないですよね。はい、打ち合わせすごい盛り上がりました。はい、皆さん全部出し切った感じで。ビジログチャンネルのお時間です。今日はですね、いつも私ビジログ山本隆也さんがですね天の声やってるんですけども、今日特別編ってことで、はい、もうリッキーさんに全部お任せしようかなと。いやいや、もう思っておりますんで、名乗ってから任せるのやめてもらっていいですか。こっからはもう、はい、リッキーさん、いや、もうビジログ初 MC ということで、リッキーです。よろしくお願いします。お願いします。ここから流暢に行かせていただきます。皆さんこんばんは、ビジログチャンネルのお時間です。今宵のビジュアルチャンネルはソロイストナンバーワン決定戦、揃いも揃ってソロイストと題し、 MC は私リッキーが行いますので、皆様よろしくお願い、本当急遽お願いしたんですけれども、そしてウィングワークスの涼介さんに来ていただいておりますが、はい、タイトルにもありますよ、決めていくと、まあ、誰が、ソロイストとして一番こう罰ゲーム、はい、そして勝った人にはなんとこのビジューログチャンネル声枯れる、ビジューログチャンネルでは、この後久々です、今、出てますね、上にね、出てる、はい、メールアドレスは ch@fakestar.co.jp、 これ2回言うんだよね、はい、ch@fakestar.co.jp までどうしてということでね、これ会員登録するための番組ですかね。そうですね。いやでも面白かったらぜひ最後まで見ていきたいなと思います。今なら2ヶ月連続入会で1ヶ月無料となっておりますので、ぜひこの機会に会員登録をお願いします。全部読んでいただいてありがとうございます。いやいやいや、すみません。いやだってほらちゃんと読まなきゃいけないことあると思うんで、すみません。それではもう一人もう厳しいっす。もうねリッキーさんの声がね割れてる、さっきとでかすぎてね、もう割れかけてる。早速ゲストの皆さんをお迎えしたいと思います。今日のゲストの方はこちらのお三方です。どうも。この微妙なこの涼介くんとの距離感がね隙間が、これでもね MC ゲストみたいな、そういう感じでいいんですか、ね、うんうん、じゃないですか、ね、そうです、 MC さんとそのゲストの方っていう形でちょっと、あ、そうです、じゃあ僕がちょっと一目置かれる、一目置かれてますよ、いつも置いてますよ、臭い兄さん置いてますよ、何その髪の色。後でじっくり聞くから、はい、よろしくお願いします。はい、ということでじゃあ一人一人ちょっと自己紹介、名前と出身地と、ソロ歴何年かということですね、ちょっと聞いていきたいと思います、はい、それではまず隣のこちらのカメラでお願いします。はい、ウィングワークスの涼介と言います、出身地岡山県です。ソロ歴6年になります。よろしくお願いします。6年生ですね。よろしくお願いします。はい、はい、群馬県から来ました葵です。ソロ歴8年ぐらいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、大阪からやってまいりましたキングの涼と申します。そうですね、ソロ歴は5年ぐらいですかね。あ、そんなもんすか。5年ぐらいだと思います。よろしく。サバ読んでない。4年サバ読んでない。いやいやいいけど、はい、ということで、お三方、ソロ歴、かなりありますけれどもですね、今日はソロイスト決定戦ということでソロイストに、ちょっと注目して、いきたいと思うのと、リッキーさんの自己紹介はなくて大丈夫か。あ、僕は内生まれの埼玉育ち、ソロ歴はですね2009年にデビューなんで今年8年目かな。8年、あ、違うか、10年、違うわ。サバ読んでます。2009年の4月1日だから、ね、あ、2009年、9年目、うん、9年目、9年目になります。リッキーと申します。よろしくお願いします。お願いします。
で、ここからどうしましょうか。ここからもうちょっと今日の趣旨をねお話しした方がいいんですか。そうか、趣旨なんか対決して、あ、そう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 、決めて、それさっき言ったけどね、5番勝負なんですよね。あのね、うん、あの5番勝負はできるところまでやりたいなと思ってて、うん、一応5番勝負用意してるんですが、まあ、盛り上がっちゃったらよく プレゼン能力とか人を集める能力とか、うん、なんかこう人をちょっと4人で競い合いたいなと、なるほど、いうのが今回の趣旨でございます。はい、ちょっと聞いていいですか。はい、このお三方のつながりっていうのは何かあるんですか。ちょっと実はちょっと休憩して、お二人のことはよく存じ上げてるんで。ああ、一応いろんな、そうです、蒼井君とも、ね、はい、あのライブしたこともありますし、はい、で、あの凌介君も、はい、あのね、こうちょっとつながりお互いの、知ってる人もう ね、もう九州のドラマーがね、いたりとか、こうサポートしてもらってたでしょ。そうです、そうです、ね、あのジュラシックの慎吾ちゃんなんですけど、あ、そうです、はい、なんかその共通の知人とかがいて、はいはいはい、でなんか遠巻きには知っております、応援はしておりますよ。ああ、ありがとうございます、はい、恐縮です。あ、すごい、なんか上下関係できてる。いや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 、もう一番下っ端なんです。いや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 、さっきからサバ読むよね。いやいやいや、ソロ歴だって5年じゃないでしょ。いや、あのキングになってからだって、キングって初めバンドだったんですよ。あ、そうなんだ。例えばソロ名義のバンドじゃなくて、はい、ソロ名義のバンドではなく、もうバンドで5人メンバーで10年やって、で、あのそこはソロじゃないんだ、ね、そうなんですよ、メンバーの事情がありまして、で1人になりまして、でそこから5年、約5年経ってますね。でも名前はキングで、そうなんですよ、この看板だけは昭和させてもらっていいかなっつって、あのメンバーに言って、でそのまま継続させてもらったと。なのでウィングワークスさんは、はい、まあ、ソロ名義のバンドなんですか。もう完全ソロなんですよ。ソロですね、ソロアーティストで、まあ、バンド形態で僕がやってるんですけど、その方たちのことはウィングメン、ウィングメン、はい、いや僕も本当にいろいろ見てて、あ、ありがとうございます、すごいアートワークとかかっこよくて、あ、で僕アートワークで最初の方かな、はい、デザインとかしてる人がいて、今僕自分の主催イベントの、フライヤーとかバックドロップとかのデザインしてもらってて、あ、共通のね、そうだから、クリエイターが、そうなんですよ、ちょっとパクりたいなと。あ、何言ってるんですか。それぐらいかっこよかった、ね、ありがとうございます。そう、でもその頃とはちょっとイメージが今ガラリと変わって、そうですね、ちょっと髪黒くしてとか、大人になりたいじゃないですか。大人になった感じで。なりたいですね、これから。やっぱりあれですね。なんだそれ。このお二人はなんかそういう昔バンドでいろいろと、パワハラ系はないですか。今回蒼井さん怯えてるよなんか。いや怯えてないですけど、ただただ緊張してますけど。あ、緊張する。緊張します。それぐらいの先輩後輩の関係だった。いやいや全然全然。もうあの僕その蒼井さんの蒼井綾部のね、はいはい、一番最初の頃ローリーさせてもらってたんですけど。うん、もうそれ完全なる上下関係ありますね。違う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 、めっちゃ怖くて、違う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 、それがね、それがね、それがねパワハラだから。嘘です、嘘です、熱動、熱動だから。嘘です、優しかった、優しかったでしょうか。後輩から先輩に対するパワハラもあるんだね。逆のパターンで、はめられてるんで、極上ってやつだ。ちょっとあのさっきからあの人数に対してコップが多いって言われてて、多いですよね。実はあの乾杯しましょう、乾杯しましょう、忘れてましたね、せっかくなんで、ね、このメンツがいきなりなかなか揃うことってないと思うので、うん、リッチさんどっちがいいですか。あ、僕、え、どっちがいい。俺、ね、濃いめか薄めがあります。濃いめか薄めか。俺は右利きだから左行きます。あ、分かりました、はい、はい、濃いめです、うん、濃いめではでは、え、それではあの、ね、今後のソロの発展に、はい、乾杯、はい、乾杯、はい、お疲れ様です。ソロの発展、どんな絵づらいの。これソロの発展しようよ。だって、うん、はい、やっぱり対話イベント買ってるかバンドと、いや、やっぱし、いろんな人に守ってもらってはいるじゃないですか、うんうんうん、けどやっぱ気がつくとね、自分で全部の舵を取らないとダメなんで、うんうん、そこはまあ、ソロなんだなっていう自覚は持ってはいるつもりなんだ。